あと1時間か、ご来光まで。俺のチョコバーもうないよ。あ、自分の分食べます？いや、いい、いい、いや、いい、悪い、悪い。いや、そこで買ってんの？そこで、あの、買うから。え、これで酸素ボンベ買おう。あ、いいっすよ。自分使わないんだ。マジっすか？はい。やめて、山本くん。何ですか？山本くんだけ強いやつみたいじゃん。すごいやつみたいじゃん、酸素ボンベ使わなかったら。ねえ。俺ら、散々使ってて。チョコバーなかった。あ、じゃあ食べます？違う、チョコバーの代わりにアンパン買ってきた。あ、いや、いいっすよ、別に。あ、大丈夫。あれ、バカさん、パン2個持ってなかったっす。1個だけでしょ。クリームパンあるで。もうでも買っちゃってます。あ、な、じゃあ交換する？オクラと。あ、どっちが好き？クリームパン。うん、クリームパンの方好きだね。え、俺多分ね、富士山行って痩せるつもりだったけど、富士山行って太ってるわ。感覚でわかるもん。なあ、そんなの簡単に痩せないんですよ。そうなの。え、何これ、パンパンでキモいんだけど。やっぱいいわ。え、こっちの方がパンパンじゃないよ。うわ、パンがパンパン。うえ。やでもさ、脳みそ回ってないじゃん。回ってないじゃん。パンがパンパンでウェイって言ったんだけど。知能指数3になってる。アパパパパみたいな感じになってる。あと1時間で頂上もう絶対無理っすよ。あんな余裕持って出たのに。あと2時間遅くしていこうぜみたいな言ってたのに間に合わねえの。え、どこがいけなかったの？ゆっくり。え、結構さ、最初序盤早かった。結構早かった。雨降ってる時一番早かった。そっからっすよ。後半がだれたよね。一人ずつ死んでったんですよ。そうなん。ナーボーが回復して俺が死んで、そうそう、交互に死んで、5分ぐらい寝て寝言言ってたもん。いや、しゃあないっすよ。じゃあ行こうかって言って、俺夢でよっしゃ行こうかっていう夢見たわ。え、俺富士山でいびき書いてたの。めっちゃ書いてましたよ。え、多分俺だけじゃないきっと。いや、マジでどこでも寝れんだな。うわぁ、ねぇ、いいでぇ、やばい、うぅ、ほら、なんか綺麗。別れたな。ばあさん、自分も別れました。やっぱり。マジ？しかも二人。二人？山登って二人女と別れたの。山登んだよ。人誘ってくるじゃねえよ。山登んだよ。二人。どういうこと？いや、毎年登ってんのね。そう、一緒に登ってくれてるリスナーさんね。歴代の彼女2人別れたらしい。これあのカロリーメイト。お前食いすぎな。食いすぎだから。カロリーメイトってカロリー足りてない人が食うのに。カロリー足りすぎてんのに食ってんじゃねえよバカ。で、あの頂上でカレーと豚汁とあとおでん食べるんだ。じゃ元気。遠足とか言って。ねえ、やだ、もうこの人もうちょいでフィナーレなのにまだやってる。酸素。おでんくん、酸素あるんだな。いや、おでんくんって呼ぶな、俺のこと。
見てだんだんまた明るくなってきた。うわー、綺麗すぎん。もう始まってんじゃん。イエーイ、みんなもうちょいで山頂着くよ。知らんけど映ってた。行けるとこまでじゃん。行きましょうか。行きますか。行きますか。やっと放送っぽくなってきた。やっと楽しくなってきた。ここでご来光ワンタン、まあ、全然いいっすけどね。すげえ綺麗だぞ、ね、多分多分ゴゴスエみたいな。アボがえこれ渋滞起きてんだよこれ。あー全部人で、ね、やば。多分あそこに詰まってご来光見ることになるから、ここで見た方がいいかも ね、 もね、全然こっちは綺麗に見えると思いますけどね。うん、もう来るもんね。あと10分ぐらいで。どっからかな。やっぱ一番赤いところでしょ。全部雲ですよこれ。すごいね。弾丸富士山の意味よ。ごめん、素人はやっちゃダメだったこれ。あ、これ来るんじゃない。もうすげえ明るいよ。考察するわ。考察する。ここのね、画面中央ちょっと飛んでんの分かる？光が分かる？他のところちょっと違うのよ。ここじゃねえかなって思うんだよね。分かる？ここ若干飛んでんの。ピッピッピッって。考察が甘い。マジっすか。あー、この辺の方が分かりやすいかな。ちょっと線入ってんの。ここじゃねえかなって思うんだけど、でもなんかその横ら辺の可能性も全然あるんだよね。すっごいな。もうちょい左へ。あー、言いたいことは分かる。光的に左。あーさーす。話しますね。はい。UCC エモ。いただきます。あー、下街も見えてるね。ここ街だね。街綺麗じゃない。なんかでもさ、今回一番綺麗なんじゃない？いや綺麗。みんないろんな配信者が登った中でワンチャン。一番とは言わずに、言わなくてもかなり。ナボさん。うわ、めっちゃいい。これナボさんやつ送ってきますね。ありがとうございます。僕にも送ってください。まずナボさんからもらってください。送ってこないですよ、そういうの。来るわ。これが日本一高い山の景色。かっこ頂上ではない。ちょっと富士山でこんなに天候いいの初めてかも。うん、3回しか登ったことない。でもどうすか。あ、自分いつもマジえぐいな。いやもういつも見ても感動っすよね。登ったかやるなみたいな。滑り台できたりいいのよな、頂上から。そう、絶対作ろうと思えば作れんのにね。あ、でも高低差ありすぎて病気になるか。作ればいいじゃん。馬場さん、フワで稼いで。俺が作る。
したら毎年登るわ。一回滑るのいくらから出す？いくらから出す？まあ1万取っていいんじゃないですか。うん、1万ね。1万取っていいんじゃないですか。結構滑る人いると思うんですけどね。1万で下山完了でしょ、だって。うん、そうです。ノーダメで、うん。結構いると思います。しかもあのボブスレーのやつ乗ってもらう。4人用のやつどうすんだよ、それ上に返すのだからリフトで上がっていく、リフトで、うん、うわぁ、もうそろそろ雲抜けてきますよ。来るぞ、まぶしい、出まーす、出まーす。眩しい。眩しい。画面でしてないよ。画面じゃなくて無理。直視できないですよ。見れない。反射しちゃってんだこれ。太陽の上に光ってるのが反射してるレンズが。ご来光バックに写真撮るようでしたらフラッシュ焚いた方がいいですよ。逆光なんでね。高くなるね。落ちちゃったとね。一発で太陽が太陽が。俺も一回写真撮る。反射の点に飛んで、ここから、ここから見入れたな。全部借金なくなりますよ。いいご来光を見た後のモーニングコーヒーは最高ですよ。飲みながら見ちゃったんだよ。今なら外で注文して外に持ってきます。別にココアでもいいですよ。これかな、ありがとうございます。ナボー点があるやん、反射してるやつ。点が、そう、点、うん、あれ太陽のところに合わせるんでしょ。合わせるんだって。合わせてよ、これは。かっこよくない、これ。どういうこと、めっちゃ配信だ、それ。おそばーそっちゃばーくー。
めっちゃむずいな。元気な赤ちゃん生まれてきますように。なんでこっちのお願い事ってまともな向こうさ、借金が全部消えますように。はい、綺麗な。むず、合わせんの。あんま全然わかんない。どれ？YouTube。どれ？どれも。これじゃない？これ？ここまで丸く登っちゃったらもうこれは対応。それはおささらない。押せない。押せない。見えないと気が気持ちですよ。ほら。苦を共にした共にみたいな。もういいわ。行こう。はい、ご来光。だね、登ってよかったっすか。当たり前だろ。眩しいぜ。しっかり映んないね、玉が。なんかちょっと骨格がちょっと山登った後の骨格がさ、贅肉ちゃんみたいになってない？贅肉ちゃんみたいじゃない？俺今日ファンティアやってます、よろしくお願いします。エッチです。怒られるぞ。ここでご来光見てて、富士山どこ？富士山見えない、どこにあるっていうようなバカな女がいる。ちょっと好きかも。あの、かわいいっすね。かわいいでしょ。はい、いいよ、ここやから。お前暴力癖あるから多分人死んじゃうよ。そこまでバカだと多分殺人が起きると思うよ。殴っちゃうあれですか、米洗剤で洗うタイプじゃないですか。そう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 。米炊くって言って洗剤だと。めっちゃ泡立ってんだけどみたいな。取れないっつって泡が。取れないんだけど。このまま取っちまう。いやー、きついな、その飯系きつい俺。お前なんかあの黄色と飯系のやつなんか言っと。飯系だけは俺ちょっと許せないんだよね。でも付き合ってる時言わなかったんやろ。言わなかった。俺絶対言う。言うんだ。うん、あいつほんで青やからさ、今はリナは調味料一切使ってない、素材の味を全部生かしてる。それもそれでクソまずそうじゃない？違う、その先知ってる？その先、うん、もう放送で料理しなくなったの。俺が料理配信 しまくったから、ウワッチで言われるから。比べられる。ほんじゃ行きます？行きますか。やっちゃう。
みやぞんすぎる。みやぞんこんなムチムチじゃないでしょ。うなんかこうやって画面で見るとそんな大したことなさそうだけど、だいぶやばいからね。あれが頂上本当にまだ9合目までついてない。そう、9合目ついてないからね。素晴らしいね、マジでね。いやいいっすね、うん。これ上昇じゃない。え？え、何が？早くしろよ。雨も降ってんのに雨具着てんじゃねえよ。なんだよその雨具。フェアリーかよ。山本君、ちょっと待って。どうした？滑ったのか？大丈夫。滑ったよな、今。え？滑ったよな。やっぱ酸素薄いな。俺さ、自分の家でもさ、ちょっと酸素薄いなって感じるときあんの。結構きついよ。マジで、今。痩せろ、うん。うちの方が賢明だよね。俺お腹いっぱいになって横になるのめっちゃ好きなのね。この時なんか、うん、なんかここ酸素薄いなって思うもん。富士山どこ映して、ここここだよ。今踏みしめてる地面が。あれですか、バフさんのタイプじゃないですか今。うん、バフリのタイプいたわ。いましたよ。なんて富士山どこって。じゃあこいつ、スペシャルしたじゃん。匿名だったけどね。いや、でも、おそらくあそこ9合目じゃね？あ、違う？あのさ、金色の鳥居は？言わない9合目かよ。いや、マジごめん。ちょっと本当にダラダラ歩きすぎてしまった。多分、ジム通ってる、リスナーの山本くんは、おそらく2往復できただろう。さすがに俺らにめっちゃ合わせてくれてたんだけど、多分2往復できてたと思う。そうで、暗い時のサポートめっちゃ助かったもん。段差ありますよとかね、水たまりありますよ、うん、水たまりの報告ちょっとよく分かんなかったけど。あ、まあまあ確かにね。怖いわこれ。もうこれでもさ、ボードとか使わせてもらったら全然滑っておいてる。え、多分全員死ぬぞ。スキーやったらいける。ボードはスキーやったらいける。いや、スキーも全員死ぬと思うよこれ。俺めっちゃうまいで。いや、うまいとかそういう次元じゃないと思う。ほぼ滑落だと。いけるわけねえだろ。横浜の人は昔亡くなった。そうそうそう、最後の富士山の時ね。へっ、うわ、日本一の山でくしゃみとか超気持ちいい。最高だったわ。へーの時空気が入る瞬間気持ちよかった。今回マジでまたさらに綺麗になったんじゃない。太陽に照らされて。
これから頂上。頂上まで導いてください。頂上まで頼んますよ。お願いします。死にそうやん。顔真っ青じゃん。具合悪いの？うん、呼吸法学んでるから。ごめん、もうちょい。俺多分再来月まで放送休むかもしんない。全身筋肉痛によって。もうちょいで15メートル。 OK。 いやー長いな、15メートルまで。ありがとう、9号目。うん、標高3600メートル。ねえ、あと100メートルがきついんだろうな。170メートルか。177メートルか。うぅ。よいしょ。ありがとうございます。水は今から飲むど？飲むど？もう太鼓の達人みたいになってるやん。曲を選ぶどん。曲選んでるんでしょ？野田ゾーリ、野田ゾーリが。息むずにするやつ。鬼？鬼モードでしたっけ？あれ、太鼓の達人できるラブホーわかります？そんなの？なんか俺見たことある、それツイッターで。やるな。バチとか別の使い方しそうだろ。え、そのセックス終わった後に裸でやるの燃えるよな。いやだからバチの使い方間違えそうじゃね。ごめん流しもうた。ごめん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 。2回目やな今日。お前今日ひどいわ。ごめんごめん。いつもひどいけど。俺と一緒に YouTube やろうぜ。え、なんで？無理やろ。売れようぜ。え、売れようぜ。絶対無理だろ。炎上お前な。俺カメラマン。ん？俺カメラマン。じゃあお前ドレッドにして、俺なんかおかっぱにするから。いやガードマン。いたか。個性怒られるわ。行こうか。なんでそんなイキリと登ってんの？お前の方がコメントで生きってんじゃねえかよ。なんかさ、こうやって一緒に登ってくれてるリスナーさんの悪口言うのはないよな。いや、お前な、言われてんの。ね、リスナーさん、ほとんど何も言われてないのよ。ないわ。お前なのよ、言われたの、今。今の良かったよ。マジで。これが頂上の鳥居。これ見える？多分ここだよね。終わりや。あと200。あと200。そっか。行っちゃうぜ。今回の目的。
何？そのまま追ってな。うわ、もうちょいやん。ガチのもうちょい。あれ、頂上。あれは頂上のさ。ちょいな。ちっちゃく見えてたのに、肉眼にしっかり収まってるぜ。もうちょいだ。ファイティング。オッケー。よし、地獄の登山が終わる。次は下山が待ってるけど、ラストの段差がでかい。よいしょよいしょよいしょ。いや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 、よし、よし、行くぜ。あれくぐったら行きましょう。行こう。ラストスパートです。頂上、よし、頂上到着。お疲れ様です。イエーイ。お疲れ様です。ああ、バカヤバ。お疲れ。いい。お疲れ。ですいやー、お疲れ。やっと終わったよ、ね、長かったっすね。長かった、長かった。約11時間11時間かけて登ったよ、山頂まで。頂上か。こんな歩いたの初めて。山頂、藤山山頂。着いたね。あら、かわいいお姉さんがおる。
青井さんありがとう。徳光さんありがとう。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 撮ろうぜ。ありがとう。アブ。トマさんありがとう。ダブルアブ。2、1。眩しい。眩しい。ここは頂上ではない。山頂だから。山頂って書いてあるでしょ。もういいんだよ、山頂で。山頂って書いてあるでしょ。ここは山頂なんだよ。え、めっちゃ美味しそう。ね、これが、あ、そうか。おでんとカレーライスです。なおさん、納豆トッピング大丈夫ですか？いや、したいけどね。めっちゃお腹減った。よし、いただきまーす。ナーボーの方が見やすいかも。ナーボーの方が電波いいらしい。4分経ってんもん、うん、誰も美味しいって言わない。本当に美味しいものってね、美味しいって出ない。うん、美味しい、めっちゃ美味しい、うん。食べんの？これ。何行く？これ。何好きなの？俺これ。どれ？これ？うん、これ好きなの？うん、熱いよ。うわあ、熱い熱い熱い。今開けるよ。全然頂上寒くね。いや、今から冷えてくるよ。終わろった。なかったら。8度やで、8度。寒くなる。だって半袖でいるじゃん。今やな。下長袖だけど。飯もいいの？それで。俺、あんま食いすぎたら動けんくなるくない？確かに。でも、あと5杯カレー食える。いけよ。待っといてやるから。いや、でもきついわ。タバコは吸う、今から。頂上の最高のタバコをね。始まっていいよ。よし、じゃあ俺は放送終わるぜ。お疲れ、バイバーイ。ありがとう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 ございます。山本くん。山本くん、ありがとう。楽しかった。まったねー。ラブラブ。ありがとう、徳光くん。